自動車大手のホンダが初めてとなる軽の EV 電気自動車を発表しました。軽市場での EV の競争が激しくなりそうです。こちらの EV は現行のガソリン車とほとんどデザインは変わりません。ホンダはこの車を皮切りに EV 展開を本格化させます。ホンダが10月に発売する EV は商用の軽自動車で、ガソリンモデルと同様の荷物スペースの広さが特徴です。 およそ30分で急速充電でき、一度の充電で245キロ走ることができます。ホンダは2040年までに日本市場向けの車種すべてを EV や燃料電池車にする計画です。軽の市場では日産などが開発した EV の販売が好調で、ホンダの参入で今後競争が激化しそうです。